皇上天皇は日本の伝説的な天皇であり、危機、日本書紀、古事記において第五代の天皇として伝えられている。在位年数や辞席については詳細な記録がなく、その実在性については議論がある。伊徳天皇の王子とされており、母は天与津姫のことと伝えられる。彼は別名三松彦楓寿のことという名前で知られる。伝説によれば、都を脇の神に移し、池心の宮と称したとされているが、実際の都の所在地については詳細が分かっていない。 実在性については議論があり決死八大と呼ばれる記録が極めて少ない八大の天皇の一人であるため創作的な要素が含まれている可能性が指摘されているそのため豪商天皇は伝説的な存在として捉えられている